かやぶりは、大阪府八尾市内の一地域。厳重書表記施行前の大技かやぶりだった地域。厳重書表記のかやぶり町、楠木根町、小ば町、長江家町、光町、桜ヶ丘緑ヶ丘旭ヶ丘がの各町にあたる。かやぶり村、南なかやぶり村は、若歌ぐ郡に属し、八尾から、北の若江各村へ通じる、街道沿いに位置し、 村の中心部は街道に接している。付近を流れる楠川の水運で栄えたと考えられている。かやぶり市興奮やと縄文時代にはすでにこの辺りに人々が住居を築いていたとされ、現在のかやぶり町7丁目にある八尾北高校の建設工事に伴う発掘調査で縄文晩期の土器兵にや弥生中期の移行をはじめ、古墳時代前期の宝形墳、奈良時代の建物跡、 井戸跡などが発見されている。室町時代初期、南北朝時代にかやぶり城がこの地に築かれ、北朝方の拠点の一つであったとされている。延元3年に、南朝方の高木遠征と天皇寺から来た北軍とがこの地でぶつかり合戦となり、南朝方は城を焼き払い、辺りは焼け野原となった。その後、交渉2年には、畑山正長と、 畠山義成がこの地で合戦をしていることが南方記伝に記されている。同族同士の戦いだったため、敵味方を区別するため上りを旗印としたが、これが旗差し物を用いた最初の戦とされている。16世紀に入ると、河地国の国人である茅振氏が畠山氏の家臣として当時の資料に登場する。 かやぶりの地名の由来は、かやぶり市の出身地であること、あるいはかやぶり市がこの辺りを勢力地としていたこととされている。河内国志望所である高谷城に居城していたが、かやぶり県継ぎの時に、安み宗房に攻め滅ぼされた。文明2年に、本願寺の蓮如商人がこの地に、慶光寺を建立。その後、蓮如の息子の蓮順が、 初代十字として入ると、周囲に看護を巡らすようになり、看護集落、寺内町の様相をなして、一向胸の拠点となっていった。天正二年、三好一族が、石山本願寺と示し合わせてかやぶり城に立てこもり、織田信長と退治したが攻められて、この辺りはまたもや焼け野原となった。江戸時代には、幕府直轄領となり、後にかやぶり村は、大阪城代に、 南かやぶり村は、大阪定番により支配された。国高はかやぶり村が1345国余り、南かやぶり村が360国余り。今日は元年にかやぶり村の596国余りと、南かやぶり村が、大和郡山藩支配地となり、幕末に至っている。今日は元年以降の大和郡山藩支配地は、南かやぶり村となったが、 明治十九年にかやぶり村と合併。千八百八十九年四月一日の市町村制志向に伴い、八尾町、大神でえら、日田、西郷村、東郷村、木戸村、小野内村、上法。かやぶり村は、八尾村の大技かやぶりとなる。千九百三十年に、旧南かやぶり村だった地域に、八尾競馬場が建設され、千九百三十八年まで、 当地でレースが開催された。その間、1936年に大火事となり観客スタンドが全焼している。1970年代に旧カヤブり村から旧南カヤブり村地域を縦断する都市計画道路が建設され、沿道は商業地として発展していった。河内街道市町村政施行前の蚊やり村だった地域は河内街道旧街道沿いにある。 旧茅振り集落とその東側一帯の地域である。茅振り集落は、蛍光寺を中心とした寺内町、観光集落であった。現在も幅2から3メートルの観光の大半がそのまま残っている。また、蛍光寺南西の八尾道明寺線の間の一帯は、白ンドと呼ばれ、そのあたりに茅振り城があったとされる。主な施設、 旧石市町村西志向前はかやぶり村の一部。かやぶり観光集落の東側にあたる。主な施設、旧石市町村西志向前はかやぶり村の一部。かやぶり観光集落の西側にあたる。くすの川がが町内を南北に流れ、沿岸周辺に中小工場が立地している。市町村西志向前は南かやぶり村の一部。近鉄屋尾駅前の北側にあたる。 1978年の再開発で、八尾駅周辺が高架化の上、現在の山城町あたりから移転し、駅前広場や雑居ビル、西部百貨店ができ、あたりは商業地となっている。主な施設、旧石1974年撮影の笛、八尾緑が丘住宅周辺の航空写真、国土交通省国土画像情報をもとに、作成鉄筋の建物に建て替える前であり、 道路区画に、かつての、八尾競馬場コースの面影が残っていた。近くの楠木根川は、改修前、不道八尾道明寺線は不設工事中。市町村制施行前は、南茅振村の一部。近鉄大阪線により、北側の青山通りや楠根川に沿った地域。かつて現在の朝日川岡五丁目から、北側の桜川岡にかけての地域に、 八尾競馬場があったが、現在は笛八尾、緑が丘、住宅などになっている主な施設旧跡ありがとうございます。